じゃあ次は、はい、建築とかで一番富士山綺麗に見える場所を紹介したいんですけど、ちょっと今日見えるかわかんないんですけど、はい、行くだけ行ってみてもいいですか？はい、もう行くだけはただですからね。お腹いるしよ。顔どうした俺これ。見れるようにしたりしてるみたいですね。ええやん。はい、結構眺めもいいと思うんですけど、どうですか？え、結構眺めもいいし、あの空気もいい。本当ですか？これで上がっていいんですか？あ、どうぞ。見えるかな？お家どこだ？お家どっちですか？静岡駅が、そうですね、右手。静岡がどれだ？山で隠れてるかもしれない。あ、山で隠れてますね。ちょうど山で隠れてるか。はい。あの高いのが。高いのが。ああ。駅の向こうが。北口、南口の方の。南口の方の方が。はい。ちょうど隠れてますね、じゃあ。てか学校こんなあんだ。中学と小学校だったき。一番右側が城内中学校で、はい、で左二つが付属の小中だと思います。静岡大学付属の小学校中学校。そう、海も見えるんですよ、天気が良かったら。まあ今も若干見えてはいるけど。いいね。こんな海も山も見えるっていういいロケーションです。そこ駿府城ですか？そうです、駿府城はそっちから逆の方から見えるので、行ってみましょうか。僕高校生ぐらいまで、はい、その日本酒めちゃめちゃ好きで、なんか駿府城とか信長の野望っていうゲームで、来たことありますよ。攻略してました。そうです、埋蔵文化財の発掘調査を。見学できるそうですよ。すごい。じゃあだってもう探してるってことですよね、やばいの。そうだ、やばいの探してると思います。そこら辺にあのおでん屋さんありますよね。あ、ありますあります。昔あそこで大食いしまして。何本食べました？何本食べました？あ、もうすんげえ量です。すんげえ量。初めてその畑おでんで調べてください。行きましょう。あの概要欄に貼ってあるので、この動画の。わかりました。